はい、どうもアーサーと申します。ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールやっていきます。今回はクレセリアの入手方法を紹介します。でクレセリアはですね、この家にいる、はい、子供に話しかけて、でその後おばさんに話しかけます。でその後、はい、ここにいるおっさんに話しかけて満月島に行きます。でですね、この一連のイベントは新大図鑑完成後じゃないと見れないので、まず新大図鑑を完成させる必要がありますね。完成してない方は。はい、満月島到着しました。到着したらこの中に入っていき、で性格とか厳選する場合はですね、まあ、シンクロケーシーを準備しましょう。まあクレセリアなんでつぶといですかね、性格は。こいつを先頭に持っていき、クレセリアに話しかけます。まあ、ただここで戦闘は起きません。このクレセリアね、巡回ポケモンなんで、この後各地を巡回します。で三日月の羽を手に入れました。で羽手に入ったので、さっきのおっさんのところに行って、でこの羽を子供に使います。そうすると男の子が目覚まします。これでクレセリアのイベントは無事終了しました。あとはまあ巡回してるクレセリアにどうやって会うかですね。まあどうやって会うかは簡単です。まずまあコトブキシティとか適当なところ行って、あでも適当じゃダメだな、道路と隣接してる場所に行きましょう。でチャリこいで、巡回ポケモン今現在2匹います。クレセリアと片方はエムリットですね。で今回クレセリア目当てなんで、この2匹はですね、はい、この通り道路とかシティをなんか行ったり来たりすると、はい、巡回ポケモン移動します。でうまいこと202番道路に巡回ポケモンが来てくれれば遭遇できますね。今いたんだけどね、ことぶきしていたからな、遭遇できませんでしたね。お、これ重なりました。ただこれエムリットがクレセリアかどうかわかんないな。コリンクじゃないんですよね。あ、この BGM はエムリットだったか。まあ巡回ポケモン複数いるとね、見分けつかないんでこういうことが起きますね。だ今回のターゲットはエムリットじゃないんで逃げます。まあ、こういう作業をずっと繰り返していけば、まあ、いずれクレセリアに遭遇できるといった感じです。お、はい、来ました、クレセリア来ました。でここでまあ弱らせるのもいいんですけど、逃げちゃうので今回はマスターボールで一発捕獲します。で先ほどシンクロケーシーを先頭に連れてきてるので、まあこのクレセリアは図太い確定ですね。ダイパと同じならクレセリアに話しかけた段階で性格決まりますよね。だからまあクレセリアに話しかける前にシンクロケーシーを連れてけば、まあ、図太いになるのかな。まあこんな感じでですね、まあ、クレセリア入手できるので、まあ皆さんもぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。